市村慶造市村慶造二月から1959年1月8日は日本の内務官僚、政治家、県知事、京都市長、旧姓、古川、京都府出身。古川仙太郎の三男として生まれ、市村慶造の養子となる。第三高等学校を経て、1910年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、同年11月、 文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入り北海道長族となる。以後、北海道長継市、神奈川県吉住郡長千葉県、兵庫県の隔離事官、奈良県警察部長、工具警察庁、内務省参事官県区内事務官、神奈川県書記官内務部長、警視庁書記官官房主事などを歴任。1926年8月。 福井県知事に就任。以後、愛媛県、三重県の各知事を経て、1931年11月、鹿児島県知事に就任。鹿児島飛行場建設や、大島軍産業振興計画の推進に尽力。足立内務部長との対立により、1935年1月、両者とも休職となり、市村は同年に退官した。 1935年5月に京都市助役、1936年6月に京都市長に就任し、1940年6月まで在任した。鹿児島県鹿児島中央家畜保健衛生所には市村が記号した石碑があり、鹿児島県知事市村慶造、昭和9年3月12日と確認できる。ありがとうございます。